はい、皆さんこんにちは、こんばんは、よろしく、チャエムチャです。いよいよ最終章5章やっていきます。ハッピーエンドで終わってほしいけど、なんか今までの流れを見るとハッピーエンドで終わりそうになくて、ちょっと心配してます。はい、じゃあ進めていきますか。スタートと最初から暗い始まり方だね。じゃあやりますか。結局僕には何もできない。そもそも僕が本物じゃないなら、本物の僕は、本物のアトマは死んだのか。そうだよね、過去で見たアトマと同じ容姿してるからさ、まあ、時間が経ったとしたらアトマ高校生なわけないもんね。どこだろう。僕はなぜここに？ラヤ。あー、ボスケかな、あれは。おお。あれ、なんか見た目強そうになってる、ボスケ。僕は一体、ボスケ、助けてくれたのか？そうだ。愚かすぎて呆れてしまうが、お前はここまでたどり着いた。そのことには敬意を表する。ボスケ、お前は本当に僕が知ってるボスケなのか？お前は何者なんだ？というか、お前は、何なんだ？わからないことだらけだよ。我は姫様の友達、それだけだ。姫様がお待ちだ。このバスの中ね。さあ、行け。じゃあ行きますか。姫様ってラヤちゃんだよね、きっと。この中でいいのかな？はい、先には進めないので戻ると。アトマ。は、ニルマラちゃんじゃん。来てくれたんだ。ほら、座って。一人で心細くて。君は、ニルマラ。僕は。何もたもたしてる。姫様が座れと言っておろう。違うんだ。僕はただ。まだ我らのことがわからんか。まあ、それも致し方ないが。ならば、お前は分かっているのか？自分が何者かを。お前は現実の摂理に縛られぬ存在。この世界でも決して滅せず、唯一疑問と共にあり続けたものだ。すべての答えは知りたくば。もっと近くへ来るがよい。はい。じゃあ、寄りますか。てて、何度も呼んでくれたのにすぐ消えちゃってごめんね。懐かしいな。こうやって一緒に座るのっていつぶりだろう。僕は、ごめん、本当に何て言えばいいか。君は、ごほ、ごほぐほ。大丈夫かい？誰にやられた？私のことは、ご、気にしないで。やっとあなたの疑問が解けるよ。知りたいことがあれば聞け。満足のいく答えは保証できんがな。じゃあ選べるのね。じゃあ順に行きます。君は本物なの？君はただ僕の夢に出てくる女の子かと思ってた。それを言ったら他の人たちもさ。なら君は実在してるの？僕の空想の断片じゃなくて。どっちでもあるかな。わからないよ。君は僕の友達なの？まだ疑ってるんだ。出て。ふう。本当にわからないんだ、ニルマラ。
僕の理解を超えてるんだよ。我らは皆、未完のおとぎ話の中にいる。この物語が完結するまで。てて、何が本物かは決してわからん。君ってラヤの何なんだ、ニルマラ。ラヤは私の北側で、私はラヤの南側なの。ああ、なるほどね。北のお姫様と南のお姫様ってことかな、物語にすると。ラヤが北側の方で、ニルマラが南の方ね。はい。どういうこと？えへ。昔昔。おいおい、また得意のおとぎ話かい。前は好きだったでしょ。今だって好きさ、けど、まあいいや、続けて。銀河の外れの真っ暗な片隅に、自分で作った星を故郷と呼ぶ星の姫様が暮らしていました。そう、星の姫様には不思議な力がありました。星の魔法です。その力を使えばどんな願いも叶えられました。美味しいものも素敵なものも何でも一瞬で手に入れられたのです。一つのものを除いては、友達です。星の姫様は寂しくてたまらず、新しい友達を作る旅に出ようと決意しました。けど、大切な星を捨ててはいけません。そこで星の姫様は、星のようにきらめく姿がそっくりな二つの自分に分かれました。北の星のお姫様は鮮やかな青色に、南の星のお姫様は穏やかな黄色に輝いていました。そして南のお姫様は友達を探すため別の太陽系へと旅立ちました。はい。北の星の姫様はどうなったの？これは、ラヤちゃんはどうなったのってことだね。ラヤに、その北の星の姫様に何があったんだ？北の姫様は深い静寂の中、南のお姫様と同じように痛みや孤独を感じていた。二人の心は一つだから。けど、北のお姫様はやがて、そうした痛みや孤独を憎み、南のお姫様を憎むようになったの。もしかすると、南のお姫様よりまばゆく輝きたかったのかもしれない。容赦ない無が広がる宇宙の片隅に置いてけぼりにされちゃったから。わからないけどね。完結しない物語の意味なんて、私には決して理解できないし。書き上げるのも、私じゃない。なら、誰が？もちろん、北の星のお姫様だよ。結末は、ラヤにしか決められないの。やれやれ。君のその意味深な解説、久しぶりに聞いたよ。じゃあ、次は南の星の姫様はどうなったの？彼女は地球で友達を見つけた。けど、最後には別れちゃったの。ざっくり言えば、星の魔力を使い果たして死んだのね。え？なんだって？それが結末なの？もちろん違うよ。物語はまだ終わってない。でしょ？はい。じゃあ君は何をしてたんだろう。はい。じゃあ君は何をしてたんだで最高だね。いろんな人の心の中で君に会ったよ。一体何をしてたんだ？それってエリックとルルとマリンを変えちゃったこと？時に痛みって避けられないの。たとえラヤを傷つけることになっても、私に気づいてほしかった。愛されたかった。前みたいに。けどさ、ちょっと残酷じゃないか？てて。彼らは北の姫様の記憶の断片に過ぎ、この世界の真の住人ではない以上、存在していないのと同じだ。それに他に方法があったか？北のお姫様は己に嘘をつき、真実から逃げている。現実と完全に切り離され、この世界のすべてと共に己の幻想に囚われている。こちらのお姫様と同じようにな。
けど僕が出会ったエリック、ルル、マリンが本物じゃないなら僕は一体何なんだ？それはあなたが決めるの、アトマ。あなたはね、ラヤのハリボテの世界に生じた異常なの。あなたは多分ラヤが望んだアトマじゃないけど、特別な存在なの。意味があるはずなの。ラヤの心を救えるのはあなただけかもしれないの。はい、これからどうするんだ？それを決めるのは共作者さんだよ。僕が？どうして？ほら見て、新しいおとぎ話の原稿だよ。ついに完成したの。恐ろしい悲しみに飲み込まれ、北のお姫様は最後の力を使って決して壊せない壁を築いていました。南のお姫様のように傷つくのが嫌だったからです。これってラヤのことか？ラヤはどうなるんだ？今のところ結末はこうだよ。猫は懸命に壁を壊そうとしましたが、びくともしません。北のお姫様にはもう一滴も力が残っていないのです。そして自分で作った宇宙の壁の中で永遠に眠り続けるのでした。全然ハッピーエンドじゃないじゃん。なんだって？永遠ってつまり？嘘だ、そんなのありえない。それってひどすぎるよ。こんな終わり方ってあるかい？だからこそあなたが必要なの。編集はあなたの仕事でしょ、共作者さん。昔もそうだったじゃん。世界が滅びゆく今、あなたはどうしたい？あ、これ選べるのかな。わからないか、ラヤを救いたいか。はい、じゃあ一旦ね、わからないで、多分正規ルートじゃないっぽいから、わからないでって言ってみるね。忘れないで、二人の物語はまだ終わってないの。私だけじゃ何も変えられない。ラヤを助けるにはあなたが必要なの。あ、じゃあもうラヤを救いたいしか選べないんかな。進むにはラヤを救いたいで選びますか。ずっと隠れてはいられないよ。ラヤを見つけて助けなきゃ。よくぞ言った。それでこそヒーローよ。けど僕だけじゃ無理だ。君と一緒じゃないとさ、ニルマラ。私は。あらららら、どうなってる？何が起きたんだ？何か変だぞ。ただごとじゃない。あら、ニルマラ。アトマ、ごめんね。結局助けられないみたい。ずっと頑張ってきたけどダメだった。もう力が残ってないの。けどアトマ、あなたはまだ動ける。すべてが壊れてしまう前にラヤを見つけて、ここへ連れてきて。いえ、返してあげて。あら、ニルマラ、ニルマラ。くそー、反応がない。どうしよう。外を確かめてみよう。急げ、一刻の猶予も残されんぞ。じゃあラヤを探しに行くんだろうね。あ、ボスケもついてきてくれるのかな。ついていけばいいのかな。杖がどこかに裂け目が。はい、じゃあ裂け目を探すかな。あ、あったね。左下 A、 左。裂け目がしっかり開かない。あれ、どうしちゃったんだろう。ああ、壊れちゃった。うわ、杖が砕けた？おお。ああ、ボスケ、助けてくれんのか？ポケット見とらんで、手を稼い。
わかった。はい。北のお姫様と南の姫様は一心同体。二人を助けたいなら急がねばならんぞ。裂け目に入って北のお姫様を見つけるのだ。お前はどうするんだ。我は血と野暮用がある。てて、戸惑っているな。どうした。今もまだ頭が混乱してて、僕は何者なんだ。現実って何なんだ。それにラヤとニルマラのこともわからなくなって、自分のこともさ。お前は強い。我が保証する。けど僕なんてただの高校生じゃんか。魔法の杖は壊れちゃったし、魔法の赤本だって使いこなせない。てて、やれやれ頭よ。何さ。どういうわけか、お前だけがこの虚構の世界にとらわれず、その奇跡に溺れもしない。いずれは己の力に目覚めるのだろうが、今はじっとこらえ先へ進まねばならん。それって猫の助言とは思えないぞ。我はただの猫ではない。それに単なる過去の受け売りよ。さあ行け。時間を無駄にするな。ニルマラのことを頼んだぞ。南の姫様は我が守る。約束する。時が満ちたらお前を助けに向かおう。はい、じゃあ叫びに入ればいいのかな。はい、と。じゃあ行ってきます。ねえ、来た。卒業試験の最中に居眠りしたって。空想のお友達のことを話してたらしいぜ。あははは、それってやばすぎ。私が聞いたら興味あると思われたみたいで、すっごい勢いで説明してきたの。それってキモ。昨日なんてね。嘘だろ、あいつ。マジかよ。だよねだよね。それでさ、てんてん。あとま、あの声は。見慣れてない教室だね、これは。え？なんでここに？てんてん。ラヤはこの世界のどこかにいるはずだ。探さなきゃ。はい。結局この机に戻ってくるのか。これはアトマがいた教室かな。他の机とかはないんだね。じゃあ進みますか。あれ？なんかいつもと違う。お、一体どうなってんだ。これろ過しかな。あなたね。あ、提督だ。提督か。よくも裏切ったわね。あなたもあのバカなガキンチョどもと変わらない。なんでラヤを傷つけるの。ラヤが何したっていうの。誤解だよ。僕はラヤを助けたいんだ。家に連れて帰るんだ。それって余計なお世話っていうの。ここがラヤのいるべき場所なの。今まで本気でラヤの話を聞いたことある。ラヤは家に帰りたくないの。幸せになりたいの。その邪魔をするなんてどういう了見よ。ラヤは心が弱ってるんだ。やっぱりあなたもみんなと同じね。周りと違うからってラヤを責める。救いようのない子供みたいに扱う。ラヤの願いは永遠に叶わない。けどここにいれば安全なの。大切なものに守られてるの。ラヤを本気で愛してるなら、ラヤの幸せを本気で願うなら、ラヤの好きなようにさせてあげてよ。あなたは黙って役目を果たして。それじゃ何も解決しない。ラヤが自分を傷つける姿はもう見たくない。救いようのない坊やね。なんだ？あら。ああ、戦うんだろうな、これ。
提督とも戦うの？やだな。仕方がないわ。何をする気だ、提督。お前とは戦いたくないよ。いやー、そうなんだよ。やだよね。お前は僕の猫だ。僕の友達だ。あら、戦いまでもないわ。だって一瞬でケリがつくもの。あら、提督。上、右、右、左。上。左、下、右、左。右、上、右。教えてほしい？何をだよ。痛くも痒くもないわ。ほら、強っ。ぐっ。なんだ？おー、ボスケ。ありがとう。ぜいぜい。あの裂け目は我のように、壮麗な猫には小さすぎるぞ。まあ。あら素敵。二番目のお気に入りの猫ちゃんが現れたわ。我もお前と同じ、ラヤの味方だ。ラヤは順位などつけん。裏切り者のくせに味方ずらして厚かましい。ボスケ、よく来てくれた。ニルマラは？姫様は無事だ。時は満ちた。故に駆けつけた。お前は行け。こいつは我に任せよ。まですって？笑わせるわ。口だけは達者の猫ちゃんですこと。身の程を知らんやつめ。まあいいわ。そこの英雄気取りさんと戦うより、よっぽど楽しめそうだし。あら。飛行対戦ですか。なんか調べられるね。学校が崩れてく。もうめちゃくちゃだ。かつての姿は見る影もないよ。ああ、すごい爆発してんね。戦ってんのか。ラヤちゃんどこにいるんだろう。え、なんだ？あれってまさか。僕か？なんか死んでんじゃん。ゾンビじゃん。怖い。何？ここは通すか。闇の後も。怖い。いきなり来たね。なんか弱そうだけどね。もう時間がない。消えたぞ。はい、じゃあ進みますか。なんかあるね。あれは雑貨店だ。ルティおじさんは無事なのか？いやー、おそらく無事ではないだろうね。みんなどこに行っちゃったんだ。あ、後ろで戦ってる。あー、ボスケ勝ってくれよ。くっ、二人ともやめろ。お願いだ。ふざけんじゃねえぞ、裏切り者が。ラヤの幸せを願うならほっときやがれ。はい、やめろ。頭通してくれ。急がなきゃ。気分が悪い。いや、まあ自分倒してるからね、気分は良くないだろうな。全てが崩れ落ち、時の狭間を流れ凍りついている。恐ろしい光景だけど、どこか美しくもある。どうしていきなり解説しだしたんだ。ラヤを心配するなら通してくれ。うっせえぞ、卑怯者が。てめえはラヤを傷つけた。裏切り者はうせやがれ。そうだ、うせろ。はい、あと何回戦うんだろう。あ、間違った。裏切り者はお呼びじゃねえ。通してくれ。通してくれ。急がなきゃ。もう自分とは戦いたくない。あと1回ぐらい来そうだけどね。あ、来たね。今さら後には引けねえんだよ。これってキリがないぞ。僕らが戦って何になる？分かってくれよ。
分かってねえのはてめえの方だ、裏切り者が。ガヤの幸せを守るんだ。だからてめえをぶちのめす。はい。急がなきゃ。どうしてくれ。急がなきゃ。もう時間がない。こんな戦いは虚しいだけだけど、他に方法はない。突っ切るしかないんだ。この枯れたさくらんぼの木は、あ、提督の家建てたとこかな。ここ落ち葉があたりを待ってる。止まれ、そこまでだ。ラヤが作ったこの美しい世界を黙って楽しめないもんか。美しくなんかない。僕がラヤを救い出す。ふん、英雄気取りかよ。正直自分でもよくわからない。だったら英雄ごっこはやめて諦めな。いや、それはできない。絶対に。そうかい。あ、めっちゃ来るやん。なら裏切り者は死んでもらうぞ。全員でかかってくる気か。いや、その必要はない。お前の相手は俺一人で十分だ。自分の無力さを思い知るがいい。あ、強いのかな。闇の頭と何で僕の攻撃が。俺らは一心同体だからな。お前の戦い方は分かってんだよ。くそ、殴ってもダメなら何すんだろう。よく防いだな。経験の賜物だぜ。上と喰らえ、卑怯者が。僕の攻撃は通じない。殴ってもダメなら、え、何すればいいの。よく防いだな。経験の賜物だぜ。右下、右右左と。はっ、裏切り者らしい最後だぜ。ずっと死んでろ。ラヤに構うな。あら、バトエド。あ、戻ってきたね。どうすればいいんだろうね。ちょっとアイテム見るね。あ、じゃあ何もしないが正解なのかな、もしかすると。さあ来い、1対1だ。はい、一回何もしないでみるか。防御だけして A 右 A、 あ、 A 右 A、 あ、うせやがれ。 A 右 A 下。あ、殴っちゃダメなのか。クソ、なんで僕の攻撃が。だから僕らは一心同体だからな。お前の戦い方は分かってんだよ。クソ、殴ってもダメなら。で、殴らないでいきますか、一回。よく防いだな。経験の賜物だぜ。で、これで一回何もしないでいきますか。先生の教えを守ってるね。だが、どこまで耐えられるかな。これ、戦い、殴りはしないで、防御に徹すると。うん。待ってな。ぶっ潰してやる。殴ってこいよ、腰抜けが。どうしても戦わないとダメなのか。甘っちょろいね。ヘドが出るぜ。くっ、てめえみてえな腰抜けと同じ顔してんのが情けなくなるぜ。いつまでこんなこと続けるつもりだ。てめえが諦めるか死ぬまでさ。ラエのことは諦めない。いいからさっさと降参しろよ。そっちが先だ。降参なんかするかよ。死ぬまでラヤを守るんだ。ラヤが危険なんだ。危険だと。助けがいるんだ、僕らの助けが。
今助けないと手遅れになる。わからないのか？うっせえぞ。知ったふうな口聞くな。ガヤは家に帰りたいんだ。家だと？あそこに何があるってんだ。今も待ってるんだよ、大切な人が。南の星のお姫様がさ。南の星のお姫様。お姫様だと？ひひ、はは。お姫様だ。星のお姫様だ。チャンスだ。今なら攻撃できる。はい。右上左 A。ぐふ。どういうつもりだよ。この世界にいれば、ライアは。幸せでいれんのによ。いや、それは違う。この幻想の世界で得られるのは、偽りの、仮初めの幸せだけ。その一方で、現実の世界のライアは弱っていく。ライアを死なせはしない。僕が救ってみせる。よく言うぜ。ライアをまた苦しませんのかよ。それはわからない。けど、今救わないとダメなんだ。それが大切なんだ。ふん、後悔すんなよ。ほら。どっちが勝ったんだろう。ボスケと提督の戦いは終わったっぽいよね。あら、どちらも。むん、冷静になれ。我らは共にライアの味方ぞ。同じ幻を生きる者ぞ。困ってるライアを見捨てたくせに。いつまでライアの過去の断片でいる気だ。いい加減ライアを解き放ってやれ。しゃあ、あんたと一緒にしないでよ。天と地がひっくり返ったってここから動くもんですか。愚かすぎてヘドが出るわ。ここは絶対通さない。この命に変えてでも。ぐるるぐるる。でででで。あ、飛ばしちゃった。あと迷う。どうした？我らのために餌を探してきてくれぬか？うん。餌を探す。しゃあ、ここは絶対通さないわ。鮭に、ツナに、お腹すいた。なんか鮭やらツナやらを取ってこればいいのかな？サクランボの木は何かあるかな？この枯れたサクランボの木は落ち葉が当たりを待っていると。どこに行けばいいんだろうね。ここは？すべてが崩れ落ち、時の狭間を流れ、凍りついている。恐ろしい光景だけど、どこか美しくもある。雑貨店かな？よし、猫ちゃんの餌やりタイムだ。あ、これでいいのかな？一回手に入れた餌あげてみるか。じゃあ早速餌ここに入れたらいいのかな。猫の餌を。気高き女王よ、見よ、我らの勇者が置いた餌を。腹が減っては戦もできまい。ごっくり。すごくそそられるわ。けど私はくるる。てて。まあいっか。かわいい。やっぱこの姿がね、一番だよ。めっちゃかわいいやん。足りたかな？同じ釜の飯を食った今、仲直りせぬのは愚かであろう。我らが望むは、星のお姫様の幸せのみ。姫様を孤独にしたくはないが、この世界にずっと隠れてもいられぬ。自分の尻尾を永遠と追いかけ回すようにはな。確かにそうね。私らの目的は同じだわ。あなたもでしょ、アトマ。もちろんだ。わかった。けど約束して。ここを通してあげるけど、何があってもライアを救って。もちろんそのつもりさ。では、旅を続けるがよい。その前にこの鍵をやろう。ボスケの鍵。鍵、どこのだ？野暮用があると言ったろ。後でそれが必要になる。
さあ、行け。はい、もうボスケとテイト君見れないのかな。寂しい。お前たちはどうすんだ。ベッドタイムはとうに過ぎたが、ひとまず美味しいおかわりを探しに行くのはどうだ、女王よ。好きにして。見なくなっちゃった。てんてん。あら。じゃあもうあとはラヤちゃんを救うだけってことかな。ここだね、きっと。はい。ラヤちゃん無事かな。鼻歌聞こえるね。これラヤちゃんが歌ってんのかな。はい。うわ。ラヤちゃんどこ？でかい。ラヤ。大好きなアトマ来てくれたんだ。次はやることリストのどれをこなそっか。すごい、今までの流れをぶち壊してなかったことにしてますね。やっと一緒になれるね。ここなら誰も邪魔してこない。この世の終わりまで一緒にいようよ。ラヤ、僕は、あ、飛ばしちゃった。うわ、大事なとこ飛ばしちゃった。うわ、ごめんなさい。嫌だ。僕はこの幻想から君を救いたい。え？助けたいんだ、一緒に来いよ。ニルマラが待ってるよ。そんな名前は聞きたくない。私が嫌いなの？私を苦しめたいの？僕は。もう私を愛してないんだ。愛してる。今だってすごい好きだ。だからこそ君を連れ戻したい。嘘嘘、そんなの嫌だよ。何度言えばわかるわけ？私はここで幸せなの。ああ、もう、がっかりだよ、アトマ。でも、大きいラヤちゃんも可愛いよね。そしたらさ、私をボコボコに殴って連れ去ろうってわけ？君を殴ったりはするもんか。頼むよ、一緒にここから出よう。うふふ、優しいんだ。けどね。ここは私の世界だってこと、忘れないで。言うことを聞かない子には押し焼きしちゃうぞ。ライアと戦うの？マジか。ライアが襲ってくる。身を守らないと。今のに耐えちゃうなんて信念のなせる技だな。さすがは私の彼氏だぞ。すごい、もうヤンデレ彼女になっちゃってるね、ラヤちゃん。ラヤ、聞くんだ。ダメ、今は黙ってて。次行くよ。避けないと。あ、ぶつかっちゃった。押し焼きしちゃうぞ。君って強いけどちょっと鈍いよね。せっかく一緒に作ってきた素敵な思い出を、なんでゴミ箱に捨てようとするかな。めっちゃおこちゃん。ちょこちょこ逃げないでよ、つまない。はあ、もう分かったよ。私が間違ってた。一緒に帰ってくれるのかな。ラヤ？まったく、もう、どうしたら君にこのとっちらかった世界の美しさを分かってもらえるかな。え？けどね、考えがあるの。そしたら場所を変えよっか。綺麗なものを見せてあげる。ラヤ、一体何を。あら、ほら見て、アトマ、
花火大会の時間だよ。ラヤ、もうラヤちゃん、どうしちゃったのよ。まだやんのかな。あ、そうだよね、もっとキラキラが欲しいよね。え、何、爆発させんの。へへ、避けるんだ。はい、避ければいいのかな。あ、ぶつかっちゃった。いけない、やりすぎちゃった。ごめんね、アトマ。はい。けど、君はまた戻ってくる。待ってるよ。あ、じゃあもう一回やればいいのかな。ラヤがこんなに強いなんて。けど、今更引き下がれない。ラヤを助けなきゃ。じゃあ行きますか。はい。お帰り、アトマ。まだ私に歯向かう気なの？だったらもっとお仕置きしちゃうぞ。はい。今のに耐えちゃうなんて信念の焦る技だな。さすがは私の彼氏だぞ。ラヤ、聞くんだ。ダメ、今は黙って、次行くよ。ちょこちょこ逃げないでよ、つまんない。君って強いけどちょっと鈍いよね。せっかく一緒に作ってきた素敵な思い出をなんでゴミ箱に捨てようとするかな。あらあら、ちょこちょこ逃げないでよ、つまんない。そしたら場所を変えようか。綺麗なものを見せてあげる。なんだい？ラヤ、一体何を？ほら見て、あとは花火大会の時間だよ。ラヤ。あ、そうだよね、もっとキラキラが欲しいよね。わお。へへ、避けるんだ。ああ、もうなんか違うな。これって楽しくない。けど、花火が夜空に弾ける瞬間って、すっごい好きだな。そう思わない？ラヤちゃん、怖いよ、シュンシー。ラヤ、ゼイゼイ。ちょっと、私を見ないでよ。見せ場はあっち。わあ、今のって花みたいだった。すごくない？綺麗だな。この景色をずっと君に見せたかったんだ。確かに花火は綺麗だけどさ。だってこの世界でしか見れないから。てんてん、どうしたの。やめろよラヤ、もう行こう。けど花火は確かに綺麗だよ。けど偽物じゃんか。なら、アトマには偽物に見えるんだ。また失敗しちゃった。頑張ったのにな。ラヤ。そしたらいっか。花火はおしまい。お楽しみはこれからだしね。なんだい？お仕置きしちゃうぞ。あ、また来るのね。そんなに怖い顔しないでよ、アトマ。君のことが心配なんだ。しらけちゃうな、楽しもうよ。行くぞ、アトマくん。なんだ？あ、すごい。こんなパターンもあんのね。私を信じて、アトマ。
ここでは願いが何でも叶うの。僕はこんなこと望んでない。君ってそんなにより好みしたっけ。せっかくなんだし楽しもうよ。行くぞ、アトマくん。まだまだ隠し玉は持ってるの。いつまで続くんだろうね、この戦い。きっと君も気に入るぞ。素敵なとこへ連れてってあげるね。次どこだろう。ラヤ、よせ。びっくりした？猫の楽園へようこそ。にゃん、遊ぼうにゃん。楽しもうにゃん。あら、見たことあるぞ。腕の見せ所だぞ、アトマ。ファイト。戦うしかない。これフューチャーファイターで使ってたキャラだよね。フューチャーファイター。いやー、ラヤちゃん、いじめないでおくれよ。あなたも楽しんでる、アトマ。楽しんでるにゃ。楽しい楽しいにゃ。無理だよ、とても楽しめない。なんで？大好きな猫の楽園だよ。猫ちゃんまみれだよ。君の好きなゲームも加えてあげたのに、まだつまんないの？物足りないの？なんでにゃ？わけわかんにゃにゃ。僕は元気なラオ。僕は元気なラヤを見たいんだ。僕はいらないにゃ。もう遊ばないにゃ。なでなでもなしにゃ。しゃ。君のために作ったのに、なんで喜んでくれないかな。昔の頭はもっと面白かったぞ。行くぞ、アトマくん。私のこと好きなんでしょ。なら一緒にいてよ、アトマ。無理だよ、ラヤ。ああ、もう何なの。女心をもてあそんでさ。いや、君を助けたいだけなんだ。あらあら、ああ、行くぞ、アトマくん。ちょっと飽きてきたな。私が欲しくないの？素直になろうよ。もうやめないから。ややめるって？それってないよ、絶対ない。あらあら、いつまでやるんだろう、これ。もうライアちゃんと戦いたくないよ。あ、バイク。ちょこちょこ逃げないでよ、つまんない。思ったんだけど、次は必ず正しいアトマに作ってあげるね。これって時間の無駄だしさ。あれ、殺されるってことかな。よせ、ラヤ、力を使いすぎだ。いいからついてきて、アトマ。あら、教室だね。ここは？うん、こっちのがいいね。アトマもこっちの私の方が落ち着くでしょ。いやー、うん、でっかいラヤちゃんよりもこっちの方がいいけどさ。
今から僕は何をされるんだい？不思議じゃない？この場所が嫌いで嫌いで仕方ないのに、なぜか何度も戻ってきちゃう。君に呼ばれたからね。けど、そもそも僕は本物じゃ。うんうん、だよね。私はいつも君にいてほしかった。辛くて寂しい時に支えてほしかった。ずっと一緒にいたかった。そしてここなら、その願いが叶うの。あや。君も同じでしょ？やめてくれ。教えてあとは、君が一番欲しいものって何？あ、選べるんだ。永遠、ライトいつまでも楽しむこと。あー、どれが正解なんだろうね、これ。最後までとか永遠にとかってちょっと違う気がするな。ラヤといつまでも楽しむこと。ラヤといつまでも。それから？これって僕の言葉じゃない。まずいぞ。ほら、どうしたの？君は何を望むの？お。選べるね。最後までラヤと一緒にいること、永遠に一緒になる。最後までラヤと一緒にいることかな。最後までラヤと。どうしたの？そんなに言いにくい？言ったらダメだ。ほら、アトマ、言ってよ。あ、もうこれしか選べないもんね。へぇ。あ、でもなんかこの世界でじゃあ一緒にいようよみたいな感じになりそうだけどね、これ選ぶと。あ、でもこれしか選べないな。永遠に一緒になること。永遠に一緒に、てんてん。僕は嫌だ。なんで抵抗するかな、アトマ。ラヤ。もういい。めっちゃ怒ってる。やめてくれ。僕はここにはいられないんだ、ラヤ。僕らはさ。なんで？なんでなの、アトマ。私に飽きたの？何かまずいことした？違うんだ。いや、もうラヤちゃんの言い方がそのもう、ヤンデレ彼女のそれなんですよ。私が化け物だから、私のことなんてどうでもいいんだ。アトマもみんなと一緒なんだ。そうじゃない。そうじゃないよ。私はただ幸せな結末を迎えたいの。ラヤ。ああ。時間をかけて二人のために準備してきたの。あとは君さえいればいいの。そんな作られた結末なんてラヤにはふさわしくないよ。ちょっと、私の結末が不満だって言うならずっと一緒にいてもらおうかな。ああ、怖い。永遠にね。はあ、闇落ちしてますな。ラヤ、振りほどかないと。ああ、A 連打とかかな。はい。なんでなの？自分の夢にまでバカにされるわけ？本当に救いようがないよね。君にも愛想つかされちゃってさ。ラヤ。いや、愛想つかしてるわけじゃないんだ。助けたいんだよ、君を。私を傷つけに来たんなら、出てってよ。いや、僕は。私のことはほっといてよ。ああ、怒ってる。ごめんね。みんな私を嫌ってる。出て。僕は違う。信じてくれ、ラヤ。あら、アトマ、なんでここにいるの？なんでこんなことするわけ？エリック？あ、エリック？え？ラヤ、待って、僕だ。うるさい、マリ。ああ、もう。ルル。やめて。私は偽物じゃない。構わないでよ。落ち着けってらや。お願い。許して。君は、あの人なの？やめて。
ぶたないで。ラヤ、僕だ。ぶったりしない。しっかりしろ。君は自分の心の、うるさい。うるさい。ああ。ラヤちゃん。あら。おい、化け物。調子こいてんじゃねえぞ。エリックやめて。なんで私をいじめるの？違うんだ、誤解だ。僕はエリックじゃない。アトマだぞ。君の大好きなアトマだぞ。ほっといてよ。あー、ラヤちゃん。ラヤちゃん、どうなっちゃうんだろうね。この役立たず、ヘマしてばかりね。もう何もしないでよ。ルル、なんで私じゃダメだわけ？ああ、ダメじゃないよ。ラヤちゃんはダメじゃない。いい子だよ。だから戻ってくれよ。あっち行ってよ。いやー、戻ってこないのかなー。いや、でもなんかもう通常のラヤちゃんを忘れてしまうくらいちょっとダークだわ。友達とか思わないで。一緒にいるとこ見られたくないし。あー、マリンちゃんかな、これ。あなたとは関わりたくない。死んじゃってよ。マリン、お願い、行かないで。あー、あー、あー。もうやめて。あー、いや、君を助けたいんだよ。がっかりだな。どうかしてんぞ。ただ飯くらいが。あんな女と結婚するんじゃなかった。あー、お父さんかな。生まれてこなきゃよかった。母さん、なんで黙ってるの？父さん、私が嫌いだって。いや、もうね、父さんは終始ひどいわ。ね、自分がさ、産んだのに子供にそんなこと言うのよくないよね。あっち行ってよ。ああ、いや、これはもう誰かがラヤちゃんを救わなきゃいけないよ。役立たず、化け物、出来損ないめ。友達になりたくない。とにかく死ねよ。ひどい。ああ、もう分かった、分かったから、もうやめて。しっかりしろ、ラヤ。こいつらは幻だ。うるさい。うぐ、こんなことはよせ、ラヤ。ラヤの力を振りほどかないと。いや、ラヤちゃん、頑張ってくれ。ラヤ、よせ。お願い、みんな、もうほっといてよ。いや、ほっとけないよ、こんなラヤちゃん。私って、何なの？なんでこんなことやってるの？これでも頑張ったんだよ。立派な女の子になろうって。父さんも母さんも友達もみんなが羨む子になろうって。けど、もう自分が誰なのかわからない。ニルマラだよ。え？君は今でも心の底ではニルマラだ。違う。そうやって呼ぶな。けど、それが名前だろ。君はニルマラなんだ。やめて。
ラヤ。何も見えない。ラヤちゃんどうなっちゃったんだろう。ラヤはどこだ？ラヤを探そう。すごい葛藤があったね。確かになんか進んでるのかもわかんないな、この動き。ラヤ、僕はここだ。ラヤちゃん、ここ宇宙かな？なんか青い花びらとかが待ってるね。ラヤ、返事をしろ。化け物。この声は、ラヤがどこかにいるのか？この役立たず。ラヤ？ラヤちゃん救わないと。友達じゃないし。あ、これ周りの声かな？いや、ひどいね。よくこんなこと言っちゃうわ。死んじゃえ。どこだ、ラヤ？くそ。ラヤちゃんどこ？なんか使うのかな？あ、使えないね。ラヤを助けると。この役立たず。いや、ラヤちゃん。君を救わないと。友達じゃないし。ラヤ！そこにいるのか？大丈夫なのか？返事をしてくれ。どこにいるんだい、ラヤちゃん。使えないガキだ。いや、子供は使うとかないから。いや、どうすんだ？どこに行くんだ？果たしてラヤちゃん救えるのか？ラヤ！どこなんだ、ラヤ？とにかく、返事をしろよ！てんてん。ラヤ、頼むよ。魔法の赤本。本を開くの。本を？アトマ、魔法の赤本を開いて。あ、道ができた。ラヤ。これはラヤ。あー、これちょっと。と面白いね。繋がったね。あのプロローグ編で最後に出てきたラヤちゃんの顔と顔がちょっと大きくて青かったじゃない？それとなんか被るよね、ラヤちゃん。うわー、なるほどね。あ、面白いわ。そういうことか。これは寝てるのかな。調べる。ラヤ、一緒に来い。ラヤ、出て。そんな嘘だろ？ここまで来たのに。君の恐怖心を払ってやれない。僕は役立たずだ。あれは？そうなのか？まあ、じゃあこれでスペースダイブかな？いやー、もうここまで来る、もう、ラヤちゃん絶対救うから待ってて。スペースダイブ。ここでもまたスペースダイブか。今度こそ。すべて。うまくいくのか？頼む。頼むぞ。ラヤを救わせてくれ。スペースダイブ。いや、絶対救うぞ。ここはラヤちゃん。ニルマラの家だね。はい。ここはニルマラ。いや、ラヤの家だ。ここが全ての始まりだった。はい。いや、絶対お父さんが悪いわ、これ。あ、ここがラヤちゃんの家。まあ、ニルマラだけど。おー、綺麗な家だね。上に上が、あ、ここなんか、開けられないね。上に行くのかな？ここはニルマラちゃんの部屋かな？あ、ラヤちゃん。ラヤ、僕だ！なんでここに？出てってよ！君が無事でよかった。なら、もう気は済んだ？さあ、出てって。話せるかい？やだ！出てて！ああ、ごめんて、ごめんて。あれ？また家の前だ。ラヤに会わなきゃ。今度はもっと慎重に言葉を選ぼう。ああ、はい。これ言葉の選択肢で進める感じなのかな？ニルマラ、どうしちゃったの？娘は元気かってみんなに聞かれるけど、私にも何がなんだか。とにかくこのことは外で話さないようにしなきゃ。そもそも家庭の問題だし。よそから夫の耳に入りでもしたら大変なことになるわ。
娘は？こんにちは、ニレマラは元気？あら、こんにちは、娘は元気よ。新しい学校には馴染んでそう？だといいけど、あまり話してくれないの。ただ、何か問題があれば学校から連絡してくるでしょ。そうだといいけど、旦那さんは？相変わらず仕事で忙しいわ。はい。上に行けなくなっちゃったのかな？ニルマラ？ニルマラはどこだ？お父さんは反応しない。もう誰とも話せないみたいだ。今はお父さんがいて2階へは行けない。どうしたら追い払えるだろう。はい。じゃあお父さんを追い払わなきゃいけないんだね。こんにちは奥さん。学校の者ですが、娘さんの件でお話が。ここは？こんにちは、ニルマラは元気？あら、こんにちは、娘は元気よ。新しい学校には馴染んでそう。だといいけど、あまり話してくれないの。ああ、一緒だね。はい。ここで。こんにちは、奥さん。学校の者ですが、ニルマラが何でしょう？こちらが、ラヤ・ピトリ・ニルマラさんの成績表です。ご覧の通り、成績が着実に落ちています。美術と、語学は問題ないのですが、他の教科では苦労されているようです。そんな、家では特に問題ないですか？え、今なんと。ニルマラさんは教室では上の空みたいなことが多いんですけど、聞いても何も答えてくれません。娘はその、ちょっと引っ込み思案で。なるほど。では次の試験ではしっかり娘さんを支えてあげてください。これ以上成績が落ちるようですと、正式な調査を依頼しなければなりません。はい。そうなんだね。調べると。こんにちは、ニルマラ元気。あ。ここでまた？こんにちは、奥さん。学校の者ですが、娘さんの件でお話が。あ、これ順番があるのかな？こっちにまず話しかけるか。こんにちは、ニルマラ元気。で、はい。こっちだね、次は。はい。ニルマラさんは教室では上の空みたいなことが多いんですけど、聞いても何も答えてくれません。娘はそのちょっと引っ込み思案で。なるほど。では次の試験ではしっかり娘さんを支えてあげてください。これ以上成績が落ちるようですと、正式な調査を依頼しなければなりません。これでどうでしょうか？お父さん。ニルマラ？あの子は部屋よ、あなた。まだ寝てんのか？若い奴はさっさと起き上がれ。あいつに家事をやらせてはどうだ？あの子さ、最近ちょっと変なの。ドアに鍵をかけてて。てめえが甘やかすからだろうが。過保護なんだよ。おかげで、どんどん役立たずのクズになってら。ちょいと拳で教えてやる。あいつのためだ。あら。おい、ネルマラ、ドアを開けろ。ご近所さんや先生の前で俺に恥をかかせんじゃねえ。そんなに怒鳴ったらお隣さんに聞こえるわ。ほら、後にしましょう。コーヒーを入れたわ。ここでボスケの鍵を使うかな。開いたぞ。ボスケにもらったのはラヤの部屋の鍵だったのか。ラヤちゃん、めっちゃ押し込んでるやん。大丈夫かい？ラヤ、僕だ。なんで戻ってきたの？3秒以内に用件を言って出ないと消しちゃうよ。くそー、なんてよ。ここかな。みんなが君のことを心配してる。みんなって誰？なんでわかるの？それはその、気休めの嘘は聞きたくない。君が何を言っても変わらない。自分に優しくしようって何度思っても。結局この穴は埋められないの。君がもしそんな陳腐な励ましの言葉をかけに来ただけなら、最初から来なかった方がマシ。出ていかないよ。君を一人にしたくない。前にもそうしたじゃん。大昔にさ。また、そうする気でしょ？ごめん。いや、流されたからな、あれは。けど、今はここにいる。君を助けたいんだ。もう手遅れなの。今更誰にも助けられないよ。君がどうしようと勝手だけど、私のことは、放っておいて。あらあら。もう最初のさ、第一章の時にめちゃめちゃ優しくて純粋だったラヤちゃんがもうダークサイドに落ちてますね。いやでもこん
な過去があったならそうなるか。また戻ってきた。諦めない空や、君の心に触れるまでは。もう一回行くか。やあ、らやちゃん。これお父さんな、話す。成績のこと聞いたぞ、この恩知らずめ。そんなくだらねえ落書きなんかで家族を養っていけると思ってんのか。下手くそな絵とかお話なんかで学校の授業料を払えんと思ってんのか。け、好きにしな。そんなにその部屋が大好きなら鍵をかけてやっから出てくんな。しばらくそこで反省しやがれ。あら、これなんだろうね。書類。貴殿のローンの支払いに関する2度目の滞納通知となります。以下の期限までにお支払いを済ませ。落書き。ヤシの木の絵がうっすら残ってる。やめると。これは？ああ、ローンの支払いね。お支払いの通知ね。はい。これは1回目かな。落書き。ケーキの絵がうっすら残ってる。やめると。椅子？座り心地の良さそうな椅子だ。はい。お母さんかな？お願い、やめて。やめてあげて。いや、言ってよ、それを。これは？書類。貴殿のローンのお支払いに関する一度目の滞納通知となります。以下の期限までにお支払いを済ませと。猫の絵がうっすら残ってる。はい、やめると。これが何かの意味があるのかな？なんかカレンダーあるね。ヤシの木。1月3日のカレンダーの余白に書かれている。父さんがバリ旅行に連れてってくれる。父さん最高。と書いてある。へぇ。仲良かったのかな、最初は。とりあえず、ちょっと今まで見た絵とか文章はね、何かに使えそうだよな。次の日。チューズデー。じゃあ、チューズデーか。はい。猫ちゃんがいるね。猫。5月4日のカレンダーの余白に書かれてる。アトマと書く日、もうすぐ猫の物語が完成しそうって書いてる。はい。次の日は？ケーキ。7月2日のカレンダーの余白に書かれてる。私の誕生日、ママが今日は何でも買ってあげるって。はい。あ、で終わりか。これは3つの日だね。これを何かに使うのかな？やめると。調べる。ドアに鍵がかかってる。暗証番号が必要みたいだ。あー、1、2、3、4、5、6だね。これはどういった意味があるんだろうね。下にもあったよね。下にあった文章が3つと上にあったカレンダーが3つで合計6なはず。猫。1回目が猫で、最後がケーキ。2度目、2回目がヤシの木。はい。目が猫、2回目がヤシの木、3回目がケーキの順番で数字入れたらいいかな。さっきメモったのが、猫が、5月4日。5月4日だから、5を読んで、5、4、あ、でも4スラッシュ5って書いてたな。4、5でいいのかな。4、5、2、7？
ヤシの木だから、31か。1月3日だから、31で。猫が、違うな。バースデーが7月に。7月に。あ、足りないな。あ、足りてるか。入れ間違えてるのか、私が。4、5、はい、はい。ヤシの木が、1、3だね。あ、3、1か。で、ケーキが2、7。こうかな。開いたね、はい。開いた。ラヤちゃん。ラヤ、僕だ。また来たの？でで。疲れちゃった。別に何もしなくていい。僕はただ話を聞くだけだ。今どうしたい？一人になりたい。それ以外でね、僕はここを動かないから。全部消えてほしい。こんなこと、もう嫌。ただずっと眠ってたい。いやいや、まあね、なんでか、君を助けたいんだ。まあでも、どうしてそう思うのか聞きたいよね。なんでそうしたいの？寝ることくらいしか私にはまともにできないから。それって悲しいよ。君まで説教する気？それって間違ってる。けど言ったろ？君の話を聞くって。なんでこんなことするの？なんで何度も戻ってくるの？君にとって僕はただの記憶でも。記憶ってのはそういうもんさ。しつこいんだ。本当の君を思い出してほしい。ふん。そしたら、これって呪いかな。君を追い払うことも、忘れることもできないの。嬉しいよ。でね、もっと話したい？今はいい。わかった。君が必要なだけ待つよ。あとまあいいやつ。けど、僕はいつでもそばにいるからさ。はい。しばらく一人にしてあげよう。どこかで待てないかな。あ、なんか下に都合のいい椅子あったよね。椅子座るか。よいしょ。ここで座って待とうか。どうする？あー、ちょっと一回待たないにしていい？後にしよう。なんか他にも、なんか調べられたりするのかな。あ、なんもなさそう。よし、待とう。はい。ラヤちゃん元気になるといいけどね。あ、場面変わりました。しばらく経った。ラヤの様子を見に行こう。っていうか、家なんか変わってない？調べると。え、ここに壁なんてあったか？それに、この描きかけの絵は何だ？やめると。これは？絵が破られて欠けちゃってる。これは下に落ちてるね、なんか。調べると。父親の絵。これは？あ、はめていくのかな？これは？子供の絵。これは？母親の絵。ここにお父さんの絵はめるのかな？一回話すか。話聞くか。調べると。なんだか怖いぞ。二人とも怒りに震えてる。え、なんで？破られてるから？はめるか。父親。これでよし。あ、多分母親だよね、きっと。母親。これでよし。あ、なんかここの絵が揃ってきてるね。これで子供の絵。これでよし。これ見ればいいのかな？調べる。絵が完成したぞ。あー、めっちゃいい家族じゃん。これってラヤの家族の肖像画が？肖像画か？どういうこと？これでラヤの部屋へ行けそうだ。あんなに仲良かったのにね。どういうことですか？ラヤちゃん。アトマ？君なの？ああ、僕だ。ふん。でで、静かになった。話しかけてみるか？気分はどう？一緒にいても。
気分はどうにしようかな。気分はどう？いろんな感情でぐちゃぐちゃになったり、急に心が空っぽになったりして、よくわかんないの。てんてん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 。いいじゃん。何が？窓から広場が見えてさ。それと、その天気もいいし。はあ、もう。世間話がほんと下手だよね。なら、覚えてるんだ。よかった。てんてん。私が作ったこの世界は嫌い？悪くないよ。ただちょっと冷たいっていうか。けど君の感情は伝わってくる。君が確かにこの世界を、街を、人々を、猫ちゃんを愛してるってことはね。てんてん。私のこと嫌い？まさか。なんでさ。私はみんなの邪魔なの。役立たずなの。いや、そんなことないよ。ああ、同じこと。ねえ、あともそうだよね。そんなことないよね。そんなことないよ。君が何度そう言っても、僕がその度に、それは違うって言ってやる。どんなに頑張っても失敗してばかりで。けど、本当はどうしたいんだい？本当は、私、てて。わかんない。ちょっと一人で考えさせて。わかった。そしたら、また後で来るよ。後待って私が嫌にならないの？ならないよ。また椅子で待てばいいのかな？いやー、ラヤちゃん早く元気になってほしいね。これどんな結末になっちゃうんだろうね。座るか。ここで座って待とうか。どうする？待つと。よし、待とう。ラヤちゃんが家族と和解して、それからなんかハッピーエンドみたいになるといいけどね。あ、扉。なんだろうね、これ。このドアってなんだ？それにこの絵はどういう意味だ？見覚えはあるな。物語の絵だろうね、これ。調べると。あー、これ物語の順番に調べてったらいいのかな。見ると。絵に何か書いてある。あー、猫のお友達、北の姫様に会わせてあげたい。寂しくてたまらないの。と、南の姫様は言いました。見ると。絵に何か書いてある。そこには怯える子犬ではなく傲慢な犬人が立っていました。白鳥さんだね。絵に何か書いてある。白鳥たちが南の姫様を新しい女王と見比べ、文句を言い始めたのです。これ物語を見ればいいのかな？はい。最初に選んだ扉がこれだったね。このお姫様が二人に分かれた描写。次は、犬人だね。いや、犬人を開ければいいのかな。はい。間違えた。調べるね。次は、はい。白鳥かな？白鳥だね。白鳥。白鳥は開いたので、カタツムリさん。これかな？で、おそらくこれだろうね。で、最後にこのボスケとの描写かな？物語って最後どうなったんだっけ？抜けてるのか。あ、これ見てないね。いくつもの星や惑星を訪れ、たくさんの友人を作ってきた今、猫はついに大きな青い星にたどり着きました。青い光をたどった先で、とうとう北の星の姫様を見つけました。自分で作った牢獄の中にたった一人で囚われています。あやちゃんだね。恐ろしい悲しみに飲み込まれ、
北の姫様は最後の力を使って決して壊せない壁を築いていました。やだにゃ、やだにゃ、お姫様、僕は君に会いたいにゃ、入れてくれにゃ。猫は北の姫様が南の姫様の光と再会して、この孤独から救われてほしい一心で、ありとあらゆることを試しました。でも壁は崩れません。北の姫様はもう疲れ果て、自分だけのその小さな世界で永遠に眠り続けるのです。あ、これが今最後になってるから、13を開かなきゃいけないんだね、きっと。調べると。はい、全部最だね。これで階段の上のラヤちゃんに会いに行けばいいのかな。あ、なんかご飯っぽいのあるね。これなんだろう。テンペの唐揚げに温かい野菜スープ、ご飯が置いてある。テンペってなんだろうね。唐揚げにしたら美味しいやつなのかな。山菜かな。それとこれは猫の小説とマリンからの手紙か。封筒にごめんと書いてある。あ、マリンちゃんからのお供え物というか、お供え物って差し入れかな。あれ、ラヤちゃんいないね。ラヤちゃん、何してんの。屋根の上に座るのって危なくない。危なくないよ、だって実際そうしてるわけじゃないし。あー、そっか。けど子供の頃はこうするのが好きだったな。屋根の上に座るのか。うん、すっごく静かで空を独り占めする気分になれたから。星の海に飲み込まれてる自分をよく想像したな。私は一人であの美しい濃紺の景色の中を漂っていて、けど最後にはいつもこの人々で溢れる小さくて身勝手な街へ戻ってきちゃうの。楽しそうに笑い合う人たちを見ると私は訳がわからなくなって、なんでこんなに胸が苦しくなるんだろう、なんでみんな私と違って満ち足りた顔をしてるんだろうって思った。なんでみんな幸せなんだろうって。てんてん。アトマが幸せを感じるときって、猫を潜ったとき、いい音楽を聴いたとき、フューチャーファイターで遊んでるとき、新しい部下を見つけたとき、街をブラブラするとき、人から一日の話を聞くとき。これ全部選べるのかな。猫を潜った時にしとくか。猫って可愛いよね。ゴワゴワの毛の子もいるけど、それはそれでいいんだよね。なんだか君が幸せを感じるのってびっくりするくらい平凡なことだよね。知ってる。けどそうしたちっぽけなことが日々を生きていく力をくれるんだ。いやー、まあそうだよね。ちょっとした日常があることがもう、日常って平凡なだけじゃないからね。毎日こういった平凡なことがあるからこそ人生は特別なんだよ。またベタなこと言って。ラヤはどう？どんな時が幸せ？それはほら、君がいれば幸せだよ。それだってベタじゃんか。ふふ、けど本当だもん。いやー、こんな展開になってなかったらすごい幸せそうなカップルだけどね。でも君はもうここにいない。私は一人ぼっちで怖かったの。だからね、二人で一緒に過ごせるこの場所を作ったんだ。ひどい成績のことや過去の失敗のことで悩まずに住む場所はね、このハリボテの世界にいれば私は悲しまなくていいの。今は幸せかい？今は…てんてん。うん、心の底ではね、全部嘘だって分かってるの。ここでの現実はまやかしだって。けど他にどうすればいいの？今だって安心した途端悲しみがどんどん込み上げてきて、やっぱり逃げられないの。アトマは悲しいって思うことある？そりゃあるよ。どうして？どんな時に僕が悲しいかって？この記憶ってなんだっけ？
僕の記憶じゃないのに覚えてるぞ。ラヤを救うのに役立つかも。なんだろうね。大好きな映画のエンドロール、どこにも雨宿りする場所がないとき、バスを乗り間違えたとき。これかな、どこにも雨宿りする場所がないとき。あの時は寒くてお腹も鳴って自分がとことんダメなやつに思えてきて辛かったな。エデン。アトマ。それと故郷の町から逃げた時も悲しかった。それと僕が本当のアトマが死んだ後、君がどれほど苦しんできたか知った時もね。僕には何もできなかった。やっぱ亡くなっちゃったんだね、アトマ。全部私のせいなの。私が川を渡ろうとしなければ。君のせいじゃない。過去に戻れるなら、僕は決して君を川には置いていかないよ。それか、水泳教室に通って、どっちの命も救えるようにするかな。ふふ、一緒に通っとくんだったね。それって楽しそうだ。ふふ。けど、あの時には戻れない。だから過去の中に置いていくしかないんだ。ああ、魔法の杖で戻るとかできないもんね。もう壊れちゃったから。本物のアトマもきっとそう言うよ。羨ましい。何が？君だよ。そんなに自信たっぷりでさ。私はもう自分が誰だかわからない。昔はそんなことなかったのに。それって、いつ？ニルマラがいた頃かな。いつだって正直に自分な、自由気ままであどけない女の子。頭もあったんでしょ？ああ、あった。記憶の中で何度もね。ニルマラのことどう思った？ああ、でもこの選択肢の中だったら、変わった作家さんだよ、推しの強い子だよ、彼女になら何でも話せる。これかな、彼女になら何でも話せる。ニルマラのおおらかで僕のぶっ飛んだアイディアを喜んで受け入れてくれてさ。それを言ったら、彼女もぶっ飛んでたけど、ああいう自由なアイディアって偏見のない空間でしか生まれないの。ざっくりまとめれば、ニルマラは僕が持つことを許される最高の友達だよ。できればもっとお互いのことを知りたかったな。けど、彼女のことは君の方が詳しいはずだろ。君はどうだい？彼女のことどう思うのさ。控えめに言えば変わり者かな。けど、だからこそ一緒にいるのが楽しいの。いや、そうだよね。そういう人を一人はいてほしいな、友達に。楽しいよね。彼女といると自分を偽らなくてもいいんだって思える。本当の自分取り戻そうよ、ラヤちゃん。あー、泣いてる。今の私で十分なんだって。失敗してもいい、寂しくても怖くてもいい。それって全部私の一部だから、愛おしんであげなきゃなって。ニルマラがそう言ったの？私が言ったし、私が言った。二人が言ったの。結局のところ、私たちって一人だし。けど、ずっと彼女のことを避けていて。まあでもね、周りからああだこうだ言われたら、ちょっとは、ああ、こんな自分ダメなんだなって思っちゃうよね。いやー、そうか。あとまあ。うん？またニルマラに会いたいよ。伝えたいことがあるの。いつでも君を待ってるよ、ラヤ。ようやく全てが繋がった。赤本。彼女に託されたこの本を本来の持ち主に返す時が来たんだ。これって二人で書いた絵本。怖いの。大丈夫。僕がついてる。焦らなくていい。てんてん。さて。
ラヤ、これは救えたのかな。う、大丈夫？どこか痛むの？そうじゃないけど。ほら、手を貸せよ。はい、これで、あ、一緒に歩いてる。ここに入ればいいのかな。坂になってるけど行けそうかい。うん、多分。よかった。はい、じゃあ行けばいいのかな。いや、いいね、この二人で歩いてる感じ。あ、すごーい、足場ができていく。これね、走れないのか。そしたら、ラヤさ、現実の世界へ戻ったの。ああ、わかんない。考えることがありすぎて、どこから始めたらいいんだろう。やることリストはどう？今度こそ実際にそいつを終わらせるんだ。それって悪くない。ちょっと大変そうだけど、目標化できるし、うまいことよね。早すぎて読めないというね。これはどこに続いてるんだろうね。現実に戻ったら、アトマは消えちゃうのかな。すごい背景です。嵐かな、あれは。街破壊してるけど、これ戻ったらどうなっちゃうんだろうね。空に続いてるのかな、これは。家に帰ったらホレノワールを食べるってのはどう？あ、それって素敵。けど次はエクレアを試してみたくて。そっちも美味しそうだ。エクレアも好きなんだね、ラヤちゃん。チョコレート系が全般好きなのかな。ここは空の上の世界？あ、どこに続いてんだろうね、この階段は。マナハティとサイボーグクラプトリターンズのどっちを見るか決めた？正直どっちもピンとこないの。けど席に座ってでっかい画面を眺めてるだけでも楽しいよね。マナハッチ見たけどね。現実ではどっち見るのって話かな。あー、あれ本当の話じゃなかったんだね、きっと。いや、でもこれ進んでったらこのゲーム終わっちゃうと思うと、ちょっと最後が見たいし終わりたくないしっていう葛藤が。どうなるんだろう。そうだ、王冠はたくさん集まった。まあそれはどうでもいいんだ。君がコレクションを引き継いでくれたらね。それってすごい名案かも。ルルとかさ、エリックとか、マリンちゃんは本当にいる存在っぽいけど、それらもね、あの人たちも元に戻るのか心配だよね。あと、まあ君のこと一生忘れないでもいいよね。ああ、もちろんさ、僕はいつだって君と一緒だ。あー、離れ離れになっちゃうのかな、これ進んだら。悲しいけど、ラヤちゃんを救い出すにはもうそれしかないからな。なんだろうこれ。あ、崖になってる。進むか。うわー、うーん、離れたくないけど、ラヤちゃんを救うために。あとは、どこなの？暗くて見えないよ。落ち着けて。怖いの。僕は一緒だ。とにかく前に進んで、後ろにはもう何もない。とにかく前に進むんだ。あ、ラヤちゃんになってる。エリックじゃん。髪切ったのかよ、ひゃは。なんでさ、俺に引っ張られるからか。いっそつるっぱげにしたらよくね。
いやー、好きな子いじめてさ。う、もうほっといてよ。あ、これ心の声かな。なあ、俺を見ろって。気づいてくれよ。お前に言ってんだよ。飛ばすぜ、ヒャッホー、ニャオー。あー、デートか。うにゃ、ちっ、嘘だろ。おい、死ぬな猫。クソ、まずいぜ。これってラヤが可愛がってる猫じゃんか。エリック、一体何やってるの？テイトク、はあ、あ、実際あったんだね、これね。ヨーラヤ、俺のワルを持ってきたぜ。あれかな、エリックが頑張ってラヤちゃんのために作ってたフォレノワールかな。お前の好物だろ。何やってるのエリック。俺も反省してんだよ。分かってくれよ。俺はお前が好き。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。いやー、謝りながらケーキ渡して好きって情報量多すぎるからな、エリック。一個ずつやってこうぜ。いやー、いきなり言われたらね、ライちゃん困っちゃうからさ。あー、エリックだね、これ。やて、エリック。ライア、俺のことは知ってるよな。バカのエリックだよ。威張り散らすしか脳のないのさ。うっかり提督を殺しちまったエリックだよ。お前に許してほしいだけのエリックだよ。お前を理解できないエリックだよ。本心を隠してるエリックだよ。お前を好きだって伝えられないエリックさ。お前が思ってるよりずっと似た者同士のエリックさ。私、わかるよ。私たちってよく似てる。私、あなたに同情するもの。けど私は怒りにとらわれた人生を送りたくない。毒を洗い流したいの。本当の俺を許してくれるのか？今はできない。けど私は先へ進むよ。元気になるために戦い続ける。そっか、よかった。はい、次誰だろうね。ルルちゃんかな。そうだ、ラヤのことだけど、どうしたの？それがね、今年はクラスで一番だって。嘘でしょ。え、本当だよね。トップはルルかと思ってたけど。でで、それと髪も切ったの。ほら、来たよ。実際、印象変わったよね。びっくり。ふん。ずっとなんか胸が痛そうな顔してるね、ラヤちゃん。ちょっと、実行委員会そんなことする？普通。リーダーの意味わかってんの？できないこと引き受けないでよ。学校をサボって、会議をすっぽかして。そしたらこの邪魔じゃない。何も問題ないって言ったでしょ。リンターンさえば一週間後だよ、ラヤ。もう7日間しかないの。それなのに予算の2割しか集まってない。そんな話聞いてないし。しっかりしてラヤ。それだけのお金を工面する当てはあるの？業者への。業者の人への支払いがあるんだよ。あ、あるよ。なら聞かせて。それは、やっぱりね。あのね、私が引き継ぐよ。そんなことさせない。反対の人いる？ラヤに委員長が務まると思う？でて、でて、ううん、ルルの方が向いてる。ああ、これはルルがひどいわ。こんなのひどい。あのね、あなたには無理なの。今なんて言った？模範生として株を上げたいからって。このお祭りを利用してるのが見え見えなの。先生にいい顔したいから引き受けたんでしょ。けどね、お祭りは実際にあるわけ。誰かが準備しないといけないの。あなたのくだらない見栄のために学校の名誉を傷つけるってわからない。あなたにはリーダーの資質がない。周りも見えてなければ能力もない。偽物は引っ込んでろ。ああ、ひどいよ。
ててん。あちゃー、ルルが切れちゃった。けど、身から出たサビよね。あはは。いやー、ひどいわ、ルルちゃん。そりゃー、ラヤちゃん怒っちゃうわなー。へぇ、ここまで来るとは大したものね。私はルル。あなたがいつも憧れてたルルだよ。あなたがなりたかったルルだよ。けどあなたを傷つけるルルでもある。なんでそんなに私を憎むの？憎む？それってきつい言葉だね。私たちはただ決して分かり合えないってだけ。そうかもね。私は自分のこともわからない。あなたに憧れてあなたみたいに生きたいって思う自分もいるけど、多分私はただ受け入れられたいの。自分を偽って無理してきたけど、それはもう終わりにする。あなたと比べることはもうしない。私の価値は私が決める。私がなりたい私になるの。いいじゃん、そうこなくちゃ。そしたらその気合を真の敵にぶつけたらどう？頑張ってみるよ。あー、どんどんラヤちゃんが強くなっていくね。次はマリンちゃんかな。あ、どうも。どうも。ここで何やってるの？もちろん書いてるの。うん、それはわかるけど、なんでここなの？家がないの？あ、家ならあるよ。けど絵を描いてるところを見つかると父さんが怒るの。絵を描くのってくだらないことかな？うん、ちっとも。絵を描くのは楽しいよ。創作って楽しいの。やってみる？今ね、南の星のお姫様の魔法の杖を作ってるの。手伝ってよ。一緒に楽しもうよ。南の星のお姫様？それって誰？そっか。そしたら説明するね。マリンちゃんはね、いい子っぽいけど、どうなんだろうね。ニラマラ、新しいスケッチブックとクレヨンを買ったの。一緒に描こう。マリン、これってピカピカだよ。スケッチブックに鉛筆に、それに48色入りのクレヨンまで。すごい。これだけ買うのに何ヶ月も貯金したんじゃない？持ってきてくれてありがとう。すごくかわいい。あ、貯金はしてないわ。ママがお店で買ってくれたの。そうなんだ。そうやって買ってくれるんだ。うん。絵画教室が終わった後、ママと本屋さんに立ち寄って、そしたら何でも選びなさいって。おい、マリ、金持ちかい。君、金持ちか。くそー。だからたくさん買っちゃった。お絵描きの教本も買ったし、漫画も買ったの。明日持ってくるね。一緒に読もう。絵画教室？よそでも絵の勉強してたんだ。うん、そうなの。ママが私の絵を見て、才能を磨くにはちゃんとした先生に教わるべきだって言って。だからさ、ニルマラも教室に通わない？一緒に星のお姫様を描けるよ。あ、うん、私はちょっと厳しいかな。貯金は学校のものを買うのに使わないと。悲しい。え、両親に頼めばよくない？おい、マリン、そのね、悪意のない発言は余計傷つくからね。父さんは私が絵を描いてると怒るの。物を叩いたり人を殴ったり。絵画教室に行かせてなんて言えない。お父さん、人を殴るの？なんで？知らない。父さんは私が金食い虫だっていうの。マリンの両親が羨ましいな。そうなんだ。大変だね。でね。くそー、マリンめ。この出てきた中でマリンが一番ちょっとムカッとくるわ。そうだよね。一緒にあの杖を作ったよね。あなたが教えてくれたのよ。みんな心の中に魔法を持ってるって。絵を描いたり、物語を作ったりしてね。あなたにあの日もらったものは、かけがえのない宝物なの。
あなたはいつだって私の星のお姫様なの。知ってる。困ってるあなたを支えてあげなかったことを悔やんでるの。それも知ってる。ごめんね、あなたを裏切って。私だって情けなかったよ。けど二人とも小さかったし、どうにもならなくて。あなたの思いを分かっていながら、許すんじゃなくて罰しようとしたの。それと多分、本当はあなたに嫉妬してるって認めたくなかったの。だからおあいこね。懐かしいな。一緒に絵を描いたり物語を描いたり、あなたに会いたいの。また前みたいに友達になれない？考えとく。もちろん決めるのはあなたよ。そうね。私はもう逃げない。自分からも、私たちの友情からも。ありがとう。ううん、こっちこそありがとう。私に魔法を見せてくれて。これで全員吹っ切れたんじゃないか、ラヤちゃん。さて、現実に戻れるのか。あれ？てんてん。怖いのかい？怖いよ。僕が一緒だ。行こう。ラヤならできる。あ、なんか言ってる。行くか。この役立たずのガキめ、頼むからさっさと消えちまえよ。あらやちゃん、怖いよね。できない。いや、できない、こんなの無理。アトマ、アトマ、どこにいるの？ニルマラ。アトマ、母さん？かわいそうに、こんなに震えちゃって。うん、怖いの。やっぱり無理だよ。父さんも怖いのよ。私を信じて。私も怖かった。今だってそうよ。けど、あなたの存在を感じるたび、母さんはちょっとずつ勇気をもらえるの。そうした勇気が積み重なって、母さんは何にでも耐えられるの。あなたのおかげなの。母さん、あなたはいつだって母さんに力をくれた。だからせめて今回だけは母さんをあなたの力にさせて。母さんは決してあなたを見捨てない。一緒に父さんを乗り越えましょう。母さん、助けて。わかった。じゃあ行けばいいのかな。おい、パワハラ親父。大丈夫よ。あなたは自分が思ってるよりもずっと強いの。きっとできるわ。父さん。なんだよ。俺は忙しいんだ。もっと役に立ったらどうだ。俺をイラつかせるだけじゃなくてよ。父さんは最低だよ。私にも、母さんにも、みんなにも。そのくらい分かって。んだとこら、このガキが。てめえみたいな出来損ないのガキが、どの口で言いやがる。そうだよね。確かに私は、父さんが望んだような完璧な娘じゃない。多分、世の中には、一緒に暮らせない人っているんだよ。それが、父と娘であっても。けど、もう父さんには邪魔させない。私は前に進んでく。たとえ父さんを捨てることになってもね。で、はっ、ガキが、好きにしな。ここまで育ててくれてありがとう。さようなら。親子の縁切るってこと？お父さんが更生するとかじゃないんだね。あー、なんかちょっとリアル。やったよ。立派だわ、ニルマラ。あなたならできると信じてた。
こへ行くの？家であなたを待ってるわ。急がなくていいの。いつ帰ってきても、いつもみたいにあなたの好きなご飯を作って待ってるからね。あ、お母さん。はあ、じゃあこれで現実に帰るのかな。あ、提督とボスケ。提督、ボスケ、私の大切なお友達。もっと遊んであげられなくてごめんね。守ってあげられなくて。あなたは悪くないわ。仕方がないにゃ。悲しいけれど、大抵の猫は人間より先にお迎えが来るの。たとえ短い間でもあなたと一緒に過ごせたことは、私たちにとって最高の名誉なの。てありがとう。私と一緒にいてくれて。もう行かなきゃ。それがいいにゃ。あー、さようなら。あとは僕に任せとくにゃ。姫様、心配はいらないにゃ。本当にそうよ。ドジ踏んだら本気で引っかいてやるわ。猫の楽園は平和で静かな場所にゃ。さよなら、姫様。あー、もう会えないのかな。元気でね、ライア。仲良くするなよ。あー、どんどん出会った子たちが離れ離れになっていく。悲しい。私たちやったのね。違うよ、君がやったんだ。本当によく頑張った。ここまで来るなんて君はすごいよ。さあ、あともう少しだ。あ、なんかどんどん風景が綺麗になっていくね。やっぱなんかこれがラヤちゃんの心を表してるんだろうな。さてどうなるんだろう。でもこれもさ、進んでったらまたアトマも消えちゃうんだろうね、きっと。あー、離れ離れになったか。あやと出会えたのに。ここって私たちが、君が。そうだよ。歩けるかい？行っちゃうの？いや、君と一緒だ。けど、君が先に行かないとね。僕は後ろから見守るだけ。だって今から特別な人に会うんだからさ。誰？特別な人？それって…そう。心配ない。僕がついてる。ニルマラちゃんかな？ここね、走れないのよ。もう歩くだけ。あ、これは開けるんだ。赤本は開けるんだね。あれ、なんかろ過しのマップ、これ使うのかな。はい、はい、ラヤちゃんとニルマラのご対面と。私たちの基地だ。ここでよく物語のことを話したっけ。楽しかったよね。うん、楽しかった。さあ、中へ入ろう。ニルマラ、あ、起きてくれた。ラヤ、会いたかったよ。久しぶりだね。あなたの冒険はどうだった？北の星のお姫様。最悪だったよ。全部間違ってた。散々苦しんで、辛い目にあって、ようやくあなたが必要だって気づいたの。あなたはいつだって、夜空に輝く一番星だった。けどね、ラヤ。二人だからこそ、輝けたんだよ。私は弱いもん。あなたみたいに強く生きていけない。だからもう行かないで。最後まで一緒にいて。ふふ、アトマの言う通りね。
本当に足の強い子だな。それって褒め言葉だよね。とびきりのね。泣いてる。ぐすん。苦しいの？うん、苦しい。成長するのってこんなに辛いんだ。けど、たまには心の深くで何か感じなきゃ。それって生きてる証だもん。いやー、響く。いや、これ人生2回目じゃない？ニルマラちゃん。大丈夫？すごい。大人よりも深いこと言ってない？そして生きてれば、きっと、また楽しいこともある。今回は二人で乗り越えようよ。ぐすん。なんで泣くの？だって、やっと戻れたんだよ。ずっとあなたを待ってたの。会いたくて、会いたくて仕方なかったの。私も会いたかった。お帰りなさい、もう半分の私。別れた二人がね、やっと一つになりました。ニルマラちゃん、ラヤ、君はなんかラヤちゃん髪伸びたね。戻ったよ、元の私に。気分はどう？なんだか暖かい。しっくりくる。ようやく私だって実感する。物語の最後かな、これは。うん、いいぞ。これって星のお姫様の物語にとって申し分のない結末だよ。てんてん。そしたら、君の特別な宝物も見つかったかい？うん、それって集めるものじゃない。私にとって大切な人たちとか、楽しいものとか、書いてる時の気持ちとか、そういった何気ない小さなことが、私に生きる力をくれるの。そしたら、やることリストは完了かな。次はどうしよう。新しいリストを作るんだ。今度は僕抜きで。一人でね、君は前に進まなきゃ。けど頭を置いていくの？君のこと忘れたくないよ。前に進むってのは僕を忘れるってことじゃない。僕はずっとここにいる。いつでも。君のすぐそばにね。そしたら行こうか。母さんと一緒にやり直すんだ。もっと物語を書いてさ。あとまー。うん、絶対書く。ねえ、どうしてもわからなくて。君って本当は何なの？だって君は私には作れないもの。こんな風には本物のあのアトマみたいには。どれが本物でどれが偽物かなんて誰にわかるのさ。ラヤはどう思うんだい？君がここにいてほっとしてる。また君に会えて嬉しい。それと悲しい。だって君はもう死んじゃってるから。君が遠くに行っちゃうほど君を好きになっていくの。ああ、悲しいね。だったらそれが本物ってことさ。そういった感情は誰にも否定できないし、誰も君から奪えない。それで十分なんだ。怖いの。平気さ。きっとうまくいく。晴れない嵐はないって言うだろ。何今度は。So
これエンディングかな。レイちゃんが飛んでく。これでアトムとお別れなのかな。強く握って私の手をって言ってるね。あーでも離すんだよな。あーお別れか。あとまあアラヤちゃんを救うための存在だったのかもね。青い星が破壊されましたね。なんか元のラヤちゃんに現実の世界に戻っていくのかな。どこだ？読めない。病院？ラヤちゃんじゃないあれ。あ、ニルマラ。よかった。目を覚ましたのね。ラヤ、ピトリ、ニルマラ、カーン。最後が、アトマが目が覚めたってことかな。アトマって、死んでなかったんだ。きっと、ずっと昏睡状態で夢の中にいて、それを、ラヤちゃんを救うことで自分が目が覚めたってことなのかな。だとしたらすごいいいね。
最後どうなったかちょっと物語見てもいい？これ抜けてるのはトゥードゥーリスト完了してないからかな。音楽を聴いてギャン泣きすると、世界一モフモフの動物を撫でると、あとヨーマンかな？やってないんだよね。これが3つ分抜けてるよね、きっと。はい、物語の最後は？また友達を失ってしまい、猫はミャオーンと鳴きました。その胸をえぐられる響きに応じるように、黄色い花が一層まばゆく輝きます。それはもう目がくらむほどで、あまりのまばゆさに空そのものが引き裂けました。その裂け目をくぐり抜け、猫は北の姫様のもとへ向かいました。花の光に猫の存在が合わさって、北の姫様は眠りから覚めました。あなたは誰なの？とお姫様は猫に尋ねました。僕は友達にゃ。南の星の姫様と君の友達にゃ。猫はそう言って、もう一人の彼女の光が宿った黄色い花をお姫様に見せました。花びらが一瞬にしてパーッと開き、南の姫様の旅の記憶がすべて明かされました。北の姫様にとって驚きだったのは、たくさんの悲しい記憶の中にも、たくさんの楽しい思い出があることでした。南の姫様は、新しい星を目にするたびに希望を感じ、新しい動物に出会うたびに期待で胸を躍らせていました。北の姫様は気づきました。彼女は最初から一度だって自分を見捨ててはいなかったのだと、北の姫様は泣きました。悲しいからではなく、安心したからです。楽しい記憶も、辛い記憶も、すべての記憶を心で受け止め、北の姫様はそっと花を抱き寄せました。一層まばゆい光が放たれ、ついに二人の心が溶け合い、一つの光へと戻りました。星の姫様はまた一人になりました。でも今は一匹の友達が一緒です。星の姫様は新しい自分の光を使って別の宇宙船を作りました。それは前よりも大きい猫と一緒に宇宙を旅できるほど巨大な彗星でした。今もこんな言い伝えが残ってます。月のない真っ暗な夜に空を見上げると、星のお姫様とその翼の生えた友達が壮大な空を飛んでいく姿が見えるのだと。てんてん。おしまい。ってことね。はーい。なるほど。はぁ、こんな終わり方だったのか。アトマとラヤちゃん。結局、まあ、ニルマラだけどね。ニルマラ。ラヤなんちゃらなんちゃらニルマラね。二人は、二人がまた一緒に過ごすとこ見てみたいけどね。じゃあ、終わりかな、これで。これで完かな？あら。ふぅ。ベッドに提督とボスケのぬいぐるみあるね。かわいい。あ、魔法の杖もある。ああ、もう荷物多すぎだし。もうすぐ雨が降りそう。はい。荷造りは後にして、今のうちに街を見てこよっと。ラヤちゃんどっかに行くのかな？調べると。要領中はたくさん本を読んだな。ちょっと始めたのが遅すぎたけど、一応一曲は弾けるようになった。荷造りは後ででいい。外の空気を吸ってこよう。はい。これは今ね、ラヤちゃんを動かせるんだけど、引っ越しちゃうのかな？見ると。部屋のものを全部よくこんな箱に詰め込んだな。どれを捨てて、どれを詰めたのか、なんかもうよく思い出せないや。母さんが大切な書類を集めてクリアファイルにしまってある。数年前の離婚届も一緒に。いろんなことがあったな。やっぱ離婚したのかな。あら、出かけるの？うん、ちょっと気分転換。ついでに橋を見てくるかもしれない。てで。どうしたの、お母さん。よかったわ、だいぶ元気になって。体もそうだけど、心の方もね。母さん、大変な時も見てきたから、あなたに何かあったらと思うと。もう平気だって。
母さんは心配しすぎだよ。ちょっと作品のヒントが欲しくて散歩してくるだけ。母さん。ならまた書いてるの？それはよかったわ。けど辛いことも書くんでしょ？それも私の物語だからね。行ってくるね、母さん。母さん、ニルマラ待って。もうすぐ雨になるっていうから、ほら、傘を持って行きなさい。ありがとう、母さん。行ってくるね。これで橋に向かえばいいのかな？あ、すごい音楽が爽やか。今までね、ダークな音楽が流れてたからすごい新鮮に聞こえる。この人誰だろう。あや、元気になってよかったわ。あ、ニケン先生ね。ニケン先生、近くにお友達が住んでるんですか？実はあなたに会いに来たの。しばらく話してなかったでしょ。そういえば卒業の時以来ですね。ごめんなさい。うん、いいのよ。人生で時にバタバタするし、あなたは辛かったでしょうね。それはみんなそうだと思います。先生も私もこのことを乗り越えられるといいですね。そうね、ラヤ。はい。この人は？他にも荷物があるようでしたらトラックに積みますんで。はい。走れないのか、ラヤだと。なんて書いてんだろうね。今度この家に住む人たちは私より素敵な思い出を作ってほしいな。はい。あ、爆睡だ。話すと。ライア、退院したって聞いたわ。元気になって本当によかった。無理したらダメよ。爆走屋じゃん。入りたい。いや、爆走食べてみたいな。今度作ってみるか、爆走。橋に行けばいいのかな。あれ、マリンちゃんじゃない？話すと。あや、マリン、元気だった？うん、元気だよ。研修も楽しかったし。出版社でインターンしてたの。出版のことをいろいろと学んだわ。今なら自分で本を忘れちゃうかもね。あ、ごめんね、一人でベラベラ喋っちゃって。こんな話どうでもいいよね。気にしないで。うん？その子って君がよく話してた友達かい？どちら様？あ、ごめんなさい。こちらの方は GRA メディア社の先輩なの。はいはい。出版社のね。君が今度何か書いて出版したい時にはいつでも相談に乗るよ。うちではいろんな本を取り扱ってるんだ。そうなんですね。会えてよかったです。ああ、こっちもだ。ああ、この物語本に出して売れるのかな？それでまだ書いてるの？うん、楽しいよ。本をたくさん読んでる。この間はハリーベアの秘密の事件簿って小説を読んだよ。あ、私が自費出版した本を読んだの。どうだった？けどちょっと待って、今は言わないで。ちょっと心の準備が。引っ越すんだってね。うん、今日ね、まだ荷造り中なの。え、そんなにすぐ？けど早い方がいいのかな。あなたの回復を考えたら。そうだね。今は最後にもう一度馴染みの街を見ておこうと思って。ていうか、もう行かなきゃ。あ、そうよね。引き止めちゃってごめん。またね、マリン。次の小説を楽しみにしてる。あ、あなたの本もね。またね。はい。あ、ケビンさん、こんにちは。おや？君は卒業生だよね。なんて名前だっけか。ラヤです。そうそう、ラヤ、一人、ニルマラさんだ。思い出したよ。今も知ってるんですか？いやぁ。また頑張って禁煙するよ。約束する。これなんだろう。今日もまた、雨降りの午後。ロカラジオで最新アーティストの曲を聴いて元気になりましょう。まずは
セティア1を追悼して彼の遺作となったアルバムを紹介します。それからインディー界注目の新人ピアニスト我らがクリスタの作品をいくつか、その後もチャンネルはそのままで当番組の歴代一押しアーティストエダが登場します。へえ。サッカー少年、今一番欲しいものってサッカーのおもちゃ、ヨーマンのガム、僕はチョコかな。かわいい。ロカマート、頼むよ、一本だけくれよ、自分で買いな、ロカマートはそこだぜ。けどぼったくり価格だろ、ベティさんの店とは違って。これは揚げたての美味しいチモルだよ。 お腹は空いてるかな、お嬢さん、お一つどうだい。はい。あ、リアカフェの人、チャーハン一つ急いでトミに。はいはい、お待ちを。けどいくら知り合いでも横入りは許しません、他のお客さんが待ってるの。昼休みが終わっちゃうよ。あー、見覚えのある 人たちが多いね。これはお祭りの人混みがすごくって缶詰のイワシになった気分よね。家でおとなしくしとくんだったわ。けど今年のお祭りが楽しいのは確かよ。ほいほい、ルルちゃんかな。あ、ラヤ。あ、ルル、調子はどうなの。いいよ。そっか、よかった、よかったね。みんなもすごい心配しててね、みんなにあなたのこと聞かれて。みんな、ほら、みんなだよ、高校のみんな、てんてん、みんなすごい心配してたよ、今度一緒に遊ぼうよ、昔みたいにさ。いや、君と遊んだ覚えはないよ、ラヤちゃんのこといじめてたくせに。アニンダは結婚したし、シンシアは新しいカフェを開いて。悪いけどルル、どうでもいいかな。あ、そうだよね、気まずそう。ルルでも言葉に詰まることあるんだ。あはは、まあ珍しいよね。けどそりゃそうか、そんなこと別に知りたくもないよね、私ったら本当何考えてんだか。別にルルは悪くないよ、それにルルさえ良ければ二人でなら遊んでもいいし。あ、そうだね、そしたら今度お茶しない。いいね。いや、変わってないね、この指パッチンするところ。じゃあ決まりね、落ち着いたらまた電話するよ。はい、走ってどこだっけなあ。預言者じゃん、元気してる。おしゃれな千年記者とはいかがかな、お子様サイズもありますよ、家族みんなで着れますよ、あなたの大切な郵便屋さんにも一枚どうです。いや、息子のこと大切にしてるかお前。はい、橋どこだっけ。あー、この人どっかで見たな。あ、映画館か。へえ、 3D プロジェクターを導入と。あ、飼い主さん、ワンワンワン、パカ。あれ、そっちでカップルに、幸せそうだな、変わってら。君のアヒルすごいよね。あ、登山部の人、わあ、いいね、なんか総集編みたいで。まずはあの店行って、それからバカなこと聞いていこう、これって、いや、デートだよ。デートかって、もちろんそうよ、よっしゃ。てかまだ付き合ってないんだね。あ、ヤンキーと空手か。ボスっていい方してんしさ、道場に入ったら一番なれんぜ、マジでさ。うっせえよ、興味ないっての、何回言わせんだよ。それって先生にボコられたからか。うぐ、分かったよ、入るよ、だからそのことは黙っとけよ。
な。あ、ボコられたことは真実なってんだ。あ、三兄弟、クイズ三兄弟じゃん。ちょっと大人なってる。話すと。よー、お嬢さん、クイズはどうだい？え、私またクイズなんかこれ答えたらなんかもらえるのかな。もらえるんだったらクイズやるけどさ。そうだよ、お嬢さん、やってけよな。それでは問答無用、問答無用か、問答無用だね。3本足で丘を登って4本足で降りてくる生き物は何でしょうか。ごめん、わからない。はっ、俺らの勝ち、勝ったぜ。てんてん、勝利だ。ほんじゃあ行ってよし。え、なに答えられないの。あ、プスパさん、こんにちは、ジョさん。あら、あなたね、私を知ってるんですか。ええ、ルーシーのお友達でしょ。お花はいかが。そしたらこの花とその花をいただけますか。すぐに包むわ。どうぞ、あなたのお花よ。あ、正常なプスパさんだね。何の花くれたんだろう。これでいいのかな。あー、エリックじゃないこれ。君はどの猫ちゃんだっけか。あ、めっちゃ猫に優しくなってる。にゃお。そっか、お前か。お前だったな、エリック。ら、らよ、これってその、なんつうか、その、調子はどうよ。一人で歩き回ってもいいのか。私は元気だよ、エリック。全然、まあ、気まずいよね。ありがとう、ごめん。あー、ごめん、先に行って。いや、いいんだ、大したことじゃないし。そば聞こえないよ。そのさ、俺がこれまでお前にしたこと。全然、ダメだ、うまく言えねえ。なら焦らないで。ごめんな。いやー、エリック、大人になったね。いいよ、元気でね。お前もな。俺がちゃんと言えるようになるまでしっかり生きんだぞ。わ、わかったか。へへ。はいはい。何、告白するってこと。また、いや、エリック一途じゃん。橋はこのすぐ先だけめっちゃなまるな。橋はこのすぐ先だけど、このまま橋へ向かう、それとももう少し街を見て回る。いやー、でも主要人物は全部喋ったシーンじゃない。橋へ向かうと。あ、見覚えのある橋だね。うわー、一雨来そう。あと、ママ見てる？今って空がすっごく綺麗。いやー、晴れ渡ってるね。終わり？はあ、こんな終わり方なのか。いや、いいゲームでしたね、トグプロダクツさん。なんだろうね、なんか僕の夏休みやった後みたいな、この夏休み楽しかったけど、あー、もう終わるのかみたいな、そういう、なんだろう、悲しいけどちょっとすがすがしいというか、爽やかな気持ちになれるゲームでしたね。いやー、終わっちゃうのか。そうか、やっぱアトマ、え、でもアトマ起きたのみたいな感じだったからさ、アトマとやっぱ会ってほしいよね。いやー、いいゲームだったな。
なやちゃん今度引っ越してどの町に行くんだろうね。高校卒業してやっと立ち直れてさ、次の人生に進むという。新しい人生を進めるんだろうね、きっと今から。あ、雨が止んだね。この音楽も素敵なんだよな。エンドユーって書かれてるね。ありがとうございます。いやー、ラヤちゃんめっちゃ美人だな。ラヤちゃん晴れ渡った顔してるもん。過去もあったけども、いろいろと乗り越えてね、最後あの亡くなった方かな、このコーヒートーク開発してた方がね、亡くなったから。さてと、現実に戻らなきゃ。この花を備えていこう。どこ行くんだろうね。あ、終わり。はい、じゃあこれで最終回終わりです。そっか、でもなんか誰もが一度も経験したことあるような、この幼少期のね、なんか子供の頃だったからこそなんか作れた物語とか、なんかそういうのもね、なんか詰まっててすごい切ないけど、あー、なんかいいね。なんとも言えないわ、この感覚。いやー、素敵でした。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。よければなんかみんなの感想もコメントください。じゃあ終わります。見てくれてありがとう。じゃあねー。